今回は最近地震が多いので、このアンドロイドスマートフォンで緊急地震速報の方を受信するアプリの方を紹介したいと思います。そのアプリの名前はここに書いてあるナマズ速報と言われるやつですね。まあこれで、まあ、地震の詳細も見ることができます。でここにある設定からプッシュ通知、まああれですね、画面、まあ、緊急地震速報を通知しますかっていう、これは設定です。それと緊急地震速報が通知された時にスリープを解除しますかとか、携帯自体をバイブレーションしますかとか、まあ、通知音と音量はもちろん変えられて、でこの通知条件というところなんですけど、最大震度とかマグニチュードで、通知の条件を変えることができます。あとここにある震源までの距離とか、ちょっとこれ以上下行くと住所が出ちゃうんで、まあこんな感じで変更が可能です。いつも携帯自体に裏で起動しているんですけど、ここにずっと起動してるんですけど、バッテリーの減りはあまり早くなったとかは個人的には感じていないです。ずっとこうやって受信待機中ですということで、まあ皆さんもぜひ入れてみてください。ちょっと最近地震が多いので本当におすすめのアプリだと思います。今回はナマズ速報の紹介でした。では。